もともと逃げたい子は逃げたいんですよ。でそれをどうしてあげたらいいかというと、まずその心を鍛えるために、まあ、落ち着け、ママといる時は落ち着けよとか、パパといる時は落ち着けよっていう時に、しっかりその首を持って優しく、そう持って、そうそうそう、でパパはそのまま横にすっと、そう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 、で今2人とも頑張って座ってるんですけど、意識はちょっときます。めっちゃ気まずい。気まずいのを私たちはどうフォローしたらいいかというと、この手の力抜いて、特にこの今ルミちゃんは座りを維持できているので、この手はですね、力入れちゃダメなんですよ。こう触ると結構力入っちゃうんで、むしろこの手の甲ですーっと優しく撫でる。で、撫でてあげたら、で優しくゆっくりゆっくり、そうパパ上手、ゆっくりそのまま背中通して下にスーッと、そうそうそう、あそういう感じから、ちょっとどうしたのって感じしたけど、ちょっと緊張してるけど、ルミちゃんちょっとパパを今気にしてます。いいですか、この手に絶対力入れない。あの弱いのはこの手を、この指ちょんと乗せられるけど、これすごい刺激になるんで、力入れない。そうそうそう、頑張って、ルミちゃん気まずくなっても逃げないで。そんなって顔してるけど、優しくですよ。あ、ちょっと、ちょっと